アメリカ海軍により救出作戦が実施された。2009年4月8日、AP モラーマースク所有のアメリカ合衆国籍の貨物船、マースク・アラバマがソマリア沖を航行中に海賊に雪原制圧された。乗員の抵抗により数時間後には脱会され、この際に乗員側は海賊1名を拘束したが、 海賊側も、乗員の身の安全と引き換えに投降した船長を拘束した。双方、人質を交換することで解決を図ろうとし、乗員たちは海賊を解放したが、船長は、身の白金目的のためか解放されず、交渉は失敗した。同月8日、アメリカ当局は、事件解決のため現場海域に、海軍の駆逐艦、ベインブリージンを派遣し、 翌9日には、現場海域に到着、FBI にも、交渉専門家の派遣を要請した。同月10日、救命艇に乗せられた船長は、脱出を試み海に飛び込んだが、海賊に捕らえられ失敗した。この間も、マースク・アラバマの選手会社である、AP モラーマースク社は、アメリカ当局と協力して、解放に向けての交渉を継続していた。 アメリカ海軍はさらに強襲揚陸艦、ボクサーとミサイルフリーゲート、ハリバートンを現場海域に派遣し、P-3 哨戒機による上空からの警戒監視も行われた。同月12日午後、アメリカ当局の発表で船長が救出されたことが明らかとなる。秘密裏にベインブリッジに乗船していたタイテロ特殊部隊が、 約20メートル離れた救命艇に乗っていた海賊たちを同時狙撃し3名を殺害。船長は無事に救出された。交渉のためベインブリッジに乗艦していた海賊1名は逮捕された。救出された船長はベインブリッジの搭載艇に収容され、後にヘリコプターでボクサーに移送された。拘束された海賊1人は 同月21日にアメリカ本国に移送され、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で国際法上の海賊行為の罪などで裁判にかけられることになった。最初に捉えられた時、アメリカ当局は彼は16歳から20歳であり、彼の名前はアブドゥルアリーム氏であると述べた。この際、彼の母親であるアダール・アブドゥラマン・ハッサンは、 AP 通信との電話インタビューで、アメリカ当局が主張する彼の名前と年齢の両方が間違いだと述べた。彼女は、息子がたった16歳であり、彼の名前は、アブディワリアブディ、カディルムセであると述べた。また、BBC とのインタビューで、ムセの母親は、彼は裕福な無名の犯罪者によって、海賊活動に誘惑されたと主張して、 息子を解放するよう米国政府と大統領に訴えた。21日当日、無瀬の年齢が推定15から17歳であると主張されたが、裁判所判決で彼は18歳未満ではなく、成人として裁判にかけられる可能性があると判断された。訴状は強制的に船を接収した罪、人質誘拐の罪及び、重火器関連の告発。 最大4回の終身刑判決の可能性があった。米国の連邦刑務所では、海賊行為の容疑には、仮釈放なしの終身刑が義務付けられている。2009年5月19日、ニューヨークの連邦大陪審は、ムセに対して10件の起訴内容で、刑事起訴した。2010年5月18日、ムセは、ハイジャック、誘拐、人質罪で有罪を認めた。 司法取引として、海賊行為と重火器の所持の罪は、基礎を取り下げられた。2011年2月16日、ムセは、懲役33年9ヶ月を宣告され、現在は、サウスカロライナ州、エッジフィールドにある、連邦強制施設に拘留中。釈放予定日は2038年4月13日。本事件については、 キャプテンフィリップスというタイトルで映画化された。ありがとうございます。